皆さんこんにちは。話題の事件へようこそ。今回も私龍とビンジで事件を考察していきたいと思います。今回の考察はリクエストの中から未解決事件室蘭女子高生失踪事件です。アルバイト先に向かう途中、昼間の繁華街で女子高生が姿を消した事件ですが、ビンジはこの事件どんな印象ですか？女子高生が忽然と姿を消したことで大きな注目を集めた事件ですね。警察が疑わしい人物として真っ先にマークした人物がいたのですが、逮捕につながる証拠が見つからず、謎の失踪事件として現在も女子高生は行方不明のままとなっています。この事件は進学校に通う成績優秀な女子高生が行方不明となったことで話題となり、テレビでも報道されたのでご存知の方も多いと思いますが、現在も未解決のままです。事件の内容を振り返り考察してみたいと思います。まずは事件概要からどうぞ。事件概要。2001年3月6日14時ごろ、北海道室蘭市の繁華街で高校1年生の千田麻美さん当時16歳が、自宅から7キロほど離れたアルバイト先のパン屋の本店でコーヒーの入れ方を学ぶ講習に向かう途中、行方不明になった。人通りの多い繁華街で発生したことや、アルバイト先の関係者に対する警察の捜査が報道されたことで、この事件の不可解さが知られることとなり、世間から注目を集めた。事件が発生した3月6日は平日だったが、公立高校の入試日のため麻美さんの通う学校を含め周辺の公立高校は休みとなっていた。事件当日は日頃アルバイトをしていたパン屋ではなく、オーナーがいる本店に行き、コーヒーの入れ方を学ぶ講習に行く予定だった。その日の午前中、麻美さんは本店の女性従業員に13時過ぎに行きたいんですがと連絡を入れて、自宅を出たところまでは確認されている。しかし麻美さんは約束の時間になってもパン屋の本店には現れず、そのまま消息不明となってしまった。2019年、現在も行方は分かっていない。麻美さんの人物像。麻美さんの当時の身長は153センチで痩せ型、両親と弟の4人家族で通っていた北海道立室蘭栄高校は室蘭市の中でも一番の進学校で、麻美さんの成績はその中でも常にトップクラスだった。麻美さんは学校でもファンクラブができるほどの美人だったことで知られており、自宅近くにあった大型スーパー構内のパン屋でアルバイトをしていた。また事件当時、麻美さんには交際していた同級生の彼氏がいたことも分かっている。事件後、教頭先生のコメントに無断で家を出たり帰りが遅くなるというタイプではないとの発言がある。事件当日の足取り。この日の麻美さんの服装はベージュのブレザーに紺のジーンズ、バーバリーのマフラーを首に巻き、緑色の革靴という服装だった。失踪した3月6日の足取りをまとめると、3月6日11時30分ごろ、麻美さんは自宅近くにあるパン屋でアルバイトをしていたが、学校の帰りにアルバイトができるよう本店勤務を希望していた。そのためにはコーヒーの入れ方を学ぶ講習を受ける必要があり、パン屋の本店に午後1時過ぎに行きたいのですが、オーナーはいますかと電話をかけた。この時に電話に出たのはオーナーではなく女性従業員だった。そして自宅を出た。12時25分、コンビニに寄った後、自宅近くのバス停からバスに乗車した。この時の友人の目撃証言によれば、バスに乗った麻美さんが自分に向かって後部座席から手を振っていたという。この後、関係者の証言が全て真実だとすれば、麻美さんは非常に奇妙な行動をとったことになる。12時56分、麻美さんを乗せたバスはパン屋の本店から一番近いバス停に着いたものの、なぜかそのバス停で降りなかった。
約束の13時ごろ、降りるべきバス停から3つ先のバス停で浅見さんは下車し、室蘭サティに立ち寄り、13時4分から13時26分の間、化粧品売り場で何もせずに過ごしているのを店の防犯カメラが記録していた。そしてこの映像が浅見さんの最後の姿となってしまった。このあとパン屋本店に向かうため室蘭サティを出た浅見さんを同級生の男の子2人が見かけ、道路越しに挨拶をしたという。浅見さんは室蘭サティ横のバス停から13時31分発のバスに乗り、本店近くのバス停で13時41分頃に下車したと推測されている。13時42分、浅見さんの交際相手がバスを降りてすぐの彼女の PHS に電話をかけていた。その時浅見さんは交際相手に今下に着いたよと話したという。ちなみに室蘭では市街地のことを下と呼び、浅見さんが住んでいた高台のことを山と言っていたそうで、つまり今下に着いたと言っていたのは市街地に着いたという意味であるとのこと。当時の PHS の記録からもアンテナの中継場所がパン屋本店付近だったことが判明している。13時46分、再びかかってきた交際相手からの電話に出た浅見さんは、今話せないから後でかけ直すねと言い電話を切った。交際相手はこの時浅見さんが室内にいるような気がしたと言っている。しかし特に浅見さんに緊張した様子はなかったとも語っている。このあと浅見さんの PHS はつながらなくなり、浅見さんは姿を消してしまった。足取りについて推測してみると、浅見さんは防犯カメラに映っていたとされる室蘭サティに13時過ぎには到着。その後13時42分には PHS の記録からパン屋本店付近にいたところまでは分かっています。浅見さんはなぜパン屋本店近くのバス停で降りなかったのかという疑問が残ります。たまたまバスを乗り過ごしてしまったのか、あるいはパン屋のオーナーから時間変更の連絡があり、時間を潰すために室蘭サティに向かったのではないでしょうか。最終的には室蘭サティからパン屋本店へ向かったと思われますが、13時46分に交際相手との電話を最後に姿を消していることから、13時42分から13時46分の4分間に何者かと接触し事件に巻き込まれたのではないでしょうか。その相手が失踪に関わる重要人物と考えていいでしょう。事件当日の足取りで私が一番不可解に感じたのは、13時の約束をなぜ守らなかったのかということです。浅見さんの人柄的に見ても勝手に遅れていくことは考えにくく、防犯カメラの映像を見ても時間を潰している様子がうかがえます。やはり誰かが約束の時間を変更したとしか思えません。しかし浅見さんの PHS に連絡を入れたとしたら通信記録が残るので、何か別の方法で伝えたのでしょうか。疑問が残ります。皆さんはどうでしょうか。容疑者の男。警察は失踪事件が発生してからすぐに犯人の目星をつけていた。それは浅見さんが会う約束をしていたパン屋のオーナーだった。浅見さんが失踪した現場は大通りに面した室蘭市の繁華街である。真っ昼間にしかも見知らぬ人に拉致されたとはまず考えられない。連れ去られたとしたらそれは浅見さんがよく知る身近な人物に違いないと踏んでいた。さらにパン屋のオーナーは事件当日は午後1時半に店を出て3時に帰宅し寝ていたというだけで、浅見さんが失踪したと思われる時間帯のアリバイがなかった。浅見さんとコーヒーの講習をする予定を立てたのもオーナーだったため、北海道警は当時オーナーを容疑者として徹底的にマークした。オーナーの行動を24時間体制で監視し、家宅捜索も行い、車も押収して調べた。当然パン屋の店舗にも捜査が入った。しかし逮捕につながる証拠は見つからず、
捜査は暗礁に乗り上げた。怪しいとされた理由、アリバイについて6日の13時40分以降の行動を明確に語らない、覚えていない、家に帰って具合が悪いので寝たという証言ばかりで信憑性がない。母親も同様の供述をしているが、身内の証言は証拠にならない。13時の約束について、浅見さんは明らかに室蘭サティで時間つぶしをしており、状況から考えると約束の時間に変更があったと思われる。唯一時間変更ができるのはオーナーしかいないという見方がある。ストーカーについて、浅見さんが年上の男性に交際を迫られていると高校の友達に漏らしていた経緯があり、ストーカーに会っていると周囲に言っていた。実はこの年上男性というのはオーナーのことではないかと噂された。しかしこれら全てのことを警察は丹念に捜査した結果、何も証拠は出なかった。あくまでもオーナーは容疑者として捜査されただけであり、真犯人は別にいる可能性も十分に考えられる。そして現在も捜査は続いている。13時の約束についてですが、当日の浅見さんの PHS の通信記録が全て公表されていないため事実は分かりませんが、仮にパン屋のオーナーが浅見さんに時間変更の連絡をしたとすると、通信記録が残っているはずです。しかしオーナーが時間変更したという公表もないため、浅見さんの PHS の通信記録にも交際相手以外と通信した記録は残っていなかったのでしょう。そうなると誰が浅見さんにパン屋に来る時間を変更させたのかが疑問に残ります。確かなことは言えませんが、これらの状況から考えるとオーナーが容疑者としてマークされたことは当然ではないでしょうか。アリバイも信憑性がなく、従業員の話によればかなり浅見さんを気に入っていたというような情報もあります。警察が当初警察犬を使った捜索をしなかったため、捜査が後手に回ったと指摘する声も上がっていました。しかし結局のところオーナーが犯人である証拠は一切出ていないため、真犯人は別に存在すると考えるのが妥当なのでしょうか。皆さんはどう思いますか。事件の真相とは。事件当時、市民からは1000件以上の情報が寄せられるなど世間の注目度も高かった。これまでに延べ 43,600 人余りの捜査員を投入しているが、有力な手がかりはなく、去年寄せられた情報も14件にとどまっている。それでも彼女の家族は浅見さんがどこかで生きていることを信じ待ち続けている。果たして事件の真相とは。警察の取り調べで、パン屋のオーナーには13時30分以降のアリバイがないこと、パン屋を出た後の行動を明確に語らないことなどから見て、私はパン屋のオーナーが事件に関わっている重要参考人と考えています。パン屋が契約していたビルはオーナー名義で、パン屋が入居するビル全ての階を契約しており、3階と4階にはオーナーが自由に出入りできる空き部屋があったそうです。警察はその3階と4階の捜査は行っていなかったといいます。以上のことから推測すると、浅見さんがパン屋近くのバス停を降りた後、オーナーがバス停近くの道端で浅見さんが来るのを待ち伏せし、浅見さんと合流後パン屋へ向かわずビルの空き部屋に向かわすような理由をつけ誘導したと思います。そして浅見さんが交際相手からの2回目の電話を受けた時は空き部屋で会話をしたため、交際相手は室内にいたような気がしたと言っていたのではないでしょうか。その後オーナーへの捜査が丹念に行われましたが、何も証拠は出てこず、現在も浅見さんの行方は分からず、犯人も未検挙のままとなっています。一日でも早く浅見さんが発見され犯人が逮捕されることを願っています。私が思うこの事件の真相を解く鍵は、
13時の約束を変更できた人物だと思います。それは誰なのか、オーナー以外にも時間の変更をできた人物はいたはずです。浅見さんが家を出てからバス停に行くまでの間に誰かと接触し、時間の変更を告げられたのではないでしょうか。それができる人物はやはり顔見知りであり、アルバイト先の関係者と考えるのが違和感ないように思います。実は事件から3年後に発売された週刊ポストにおいて新たな情報が公開されました。それは浅見さんが最後に乗ったバスには11人の乗客が確認されていますが、そのうち3人の身元が確認できないというものです。もしかしたらその3人が事件に関わっているのでしょうか。事件から18年という時間が経ち、現在は寄せられる情報も減っています。少しでも多くの情報が集まり、事件解決につながることを願います。そして浅見さんが無事に発見されることを祈っております。では今回の考察は以上となります。次の動画を見たいという方はグッドボタン、チャンネル登録お願いします。よかったらコメント欄に考察してほしい事件などがあればコメントお願いします。この動画を見ていただいてありがとうございます。では次の考察で。